パーマの巻き方っていうと、まあ、毛先にカールが入らないようにするっていうのは、まあ僕はあの入らないんだけどしっかりカールの大きさを作りたいっていう意図で円錐のロットを使ってます。で円錐のロットっていうのがあの、ウレタンと、エバーロットの組み合わせなんですけど、もうそうすることによって硬い部分と柔らかい部分で、巻き分けることができて、根元部分は硬い部分の、エバーロットのものを使って、で円錐型のところをウレタンで円錐状にしてるんですけど、その柔らかいものに巻きつけることによって直径を柔らか大きくすることで柔らかいカールっていうことは、毛先にしっかりカールがあるんだけどカールが入りすぎてないっていう、だから巻くの毛先を逃がして巻くとかっていうとちょっと、なんか質が違うっていうか、そういう風な感じで、でそれが、全体をそういう風にやって考えて巻いていると、まあ